どうも、シタイくんです。生きてるかーい。さあ、月末になるとシタイくん、どうしてもやらないといけないことがあるんだけど、それが、はい、ゼプス3カードの無料分がね、プレミアム10に入ってるんで、100分分ね、毎月無料分があるんですよね。で、その無料分を消費しないと失効してしまうんだよね。で、このカード、9月からかな、値上げしますよね。値上げね、そうそう。まあ、値上げというか、実質、3年間通じて契約すると25%、うん、何パーセント？27%？まあ下に出てるんだけど、割引になるっていうね、お得なやつで、まあ月々2780円ぐらいなんだよね。まあ、シタイくんね、このカードでもってしても追いつかないぐらい走ってないんだよね。まあ、っていうか、さくらが優秀なんだよね。遠出しないともう全然充電が減らないっていうことになってます。ほんと遠出しない人、ゼプス3いらないんだけど、値上げするって聞いちゃうと、やっぱりね、ちょっとやっとこうかなと思う気持ちもあるよね。ということで、ゼプス3、なんと、70分分も余ってます。70分って、まあ、30分2回と10分1回分なんだけど、今 72% もあるんだよね。まあ、69% スタートだったんだけど、これを今日消費してやろうと思います。まあもちろんね、30分縛りっていうのがね、マナーとしてあるんで、一回30分で区切って、一回ね、一周ぐらいしてまた戻ってきてとか、そんな感じでやろうと思いますよ。で、ここはね、日産なんで、うん。まあ40キロワットなんだよね。で、今34アンペアしか出てないけどね。さあ、これを70分充電したらどれぐらい入るか皆さん知りたいでしょ。まあ、何せ急速充電ね、 50% 以上入れてる時は全然入らなくなるからね。で、ちなみに今ね、 12.8 キロワット出てんだよね。意外と出てるね。まあ皆さん、これさくらにはやらない方がいいですよ。もちろん急速充電器をね、満タン近くまでやるとバッテリー痛むっていう話ですからね。まあ、シタイ君は試してみようと思います。これでどれぐらい痛むかを。リーフスパイ久々に繋いでみました。でね、リーフスパイなんやかんややってるうちにね、結構正確な数字が出るようになったんだよね、さくらで。今 83% だと思うんだよね。こっちもね、83なんだよね。ということでね、結構正確な数値が出ましたね。設定はね、24キロワットの2022年設定でやってますね。これでなんか正確に出てますね、今のところ。今度も 22.5 度、バッチリ。さあ、これが何度まで上がるかだね。はい、30分経って91% まで入りましたね。 22% ぐらい入ったんだけど、とりあえず今ね、誰も待っていないんで、このまま続けちゃいましょう。まあ、一応マナー違反だけど、人が並んだら速攻やめるっていうことでお許しください。まあ、何せシタイ君もね、ゼプス3消費しないと損しちゃうからね。さあ、こっから30分ね。どうなんのこれ。で、今ね、91% 入って始めたんだけど、6.4kWh しか出ません。ちょっと強力な普通充電レベルになりましたね。まあ、これが、この 90% 以上から入れる時の、これバッテリー保護のための、もうこれ充電制約なんちゅうのね、入っちゃってますね、これね、完全に。いや、充電カーブすごいことになってんの、これ。ググググググって下がってますね。結構ちゃんとリーフスパイ出てますね。いいですね。はい、バッテリー温度の表も、まあ、まあ、つか、普通充電レベルに下がって温度下がったね。逆に下がってる。リーフスパイでは 90.6% なんだけど、こっちの表示では 93% なんだよね。まあ、これがリーフスパイの 24kW にしてる誤差が出てるのかもしれないけどね。今ね、17分経過して95%、残り8分って出てますね。8分で満タンになるよって教えてくれてんだね。無料分全部使い切ることは不可能ですな。もうその前に 100% になるね。まあ 2.3 キロワット普通充電よりも出てません。これね、残り6分ってなってるんで、おそらくね、96% とかで切れちゃうんじゃないかな。勝手にさくらが切っちゃうと思うんだよね、これ以上入らないように急速充電で。これが切れたらまあ終わりですね。こっちは20分経過だから、あと10分できるんだよね。もう残り7分ぐらいなんだけど、 94.6% 入ってるってリーフスパイダー言ってますね。まあ、実際は 96% 入ってるんだけどね。まあ、これが 24kW と 20kW の誤差なのかもしれないんだけど、温度はもう全然低いですね。 23.5 度、もう 1.5kW からちょっと上をちょろちょろちょろっていってるだけ。はい、で、温度もまあどんどん低くなってるね。さすがに普通充電状態、いや、普通充電よりも低い状態を維持してるからね。もう本当にやる意味ないよね。ただの迷惑野郎ですよ。あ、今終わりましたね、充電。
はい、ということでね、これ終わりましたね。充電が 96% で終わりましたね。ということは時間前に終わりましたね、強制終了。今ね、周りにまだいないんで、ほんと申し訳ないんだけど、10分ね、あと無料分あるんで、10分やってみよう。これが入るかどうかだよね、問題はね。いけたね。いける？ OK。さあ、どう？充電できるかどうかだね。はい、充電準備中。これで切れたら、もう終わりなんだよね。これ以上入らないってこと。入らない。急速充電では。充電してるには入ってますね。 9.6 今4アンペア、4アンペア出てますよ。まだ入ってますね、うん、じゃあ残り10分無料分使って終わりにします。今のところ誰も来てないんでね。いやー、 2キロワット家で入れるより遅い。だから桜を満充電するっていうのはもう大変ですね。1時間以上かかるね。もう 90% になってから40分ぐらいかかるってことだね、うん、ここの表示12分になってるんで、まだね全然30分やったばっかりなんで、うん、おそらくだけど12分で満タンになるよっていうお知らせなんだけど、絶対ならないんだよね、これ絶対ならないよ、うん、まああと7分で切っちゃうんでね、無料分なくなっちゃうんで切っちゃうんで、満タンには絶対ならないです、うん、これ100ボルトの家用の電気で充電してるのと同じになってしまった、うん、さあ残り5分で終わりますよ、うん、もうほんと 90% 台で充電する意味全くないからね皆さん。 97% で 1.2 キロワットまで絞られました。もう入れるなって言ってんでしょうねこれね、うん、まあここまで来ると安全だよね。多分家庭用電源に入れるよりも安全なんじゃないですか、こんだけ絞られたら。あ、終わった、勝手に終わった。7分充電して勝手に終わりましたね。しかもね 100% に表示が変わりましたね、急にね、今ね、今ちょうど変わり時代だったんだけど、うん、はい、ということでね、 100% まで充電できたことになりましたね。 97% しか入ってないんだけど表示が 100% になりましたね。 100% になったら強制的に切れるってことで、 69% から始めて約68分かかって 100% になったってことだね。くれぐれも桜でこんなことしたらバッテリー傷むはずなんでね、スタイクが身をもって証明しますよ。はい、ちなみにね、今現在の SOHC が98.91 なんで、まあほぼ1年間変わりなしなんでね。だからバッテリーがどれぐらい傷むかなんだけど、でこれをズームしていくとわかるんだよね。どれぐらい傷んでるか。はい、最大ズームにするとこれぐらい真ん中がねへこんでんだよね。このへこみが痛みになるらしいんでね、どうなるかわからないけど、一応これぐらいのへこみだと 98.91 だね今ね。まあマックスにするとね一直線なんだけどね、わからないっていうね、こんな感じですよ。今回は急速充電でさくら充電 100% までいくかで試してみました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。下井くんでした。じゃあねー。